瀬戸内少年野球団の方ですか。ベーブルースだよ。実はね、オリオールズでピッチャーとして3ヶ月で14勝してね、そしたらメジャーリーグのレッドソックスから、うち、ん、に来いなんて声かけられちゃった。すごいスカウトじゃないですか。いや監督にね、君はピッチャーとしても逸材だけども、うんうん、バッターとしても大活躍できるはずだなんて言われてね、もうその場ですぐ引き受けちゃったわけ。めちゃくちゃな中年俸交渉してましたよね。俺は自分のために年俸釣り上げてるわけじゃないからな。野球界全体のためにやってたよ。ルッサン、あ、むちゃくちゃしてやってらんねえよ。ちょっと太りすぎなんじゃないですか、選手としては。今体重何キロぐらいあるんですか。今たったの118キロだよ。ルース、落ち着け。君が責任を負っているのは球団のオーナーや仲間の選手に対してだけじゃない。貧しくて恵まれない子供たちはみんな君を神様のように思っている。君はそんな子供たちを失望させたままでいいと思っているのか。よし、俺は、うん、酒も女遊びもやめる。それ八重樫ですか。わかるね。ね、肩やって、ああ一郎。ルースさんの一郎バージョン。いいね、上手。野球経験者？野球を今やってんだよ。やってんだ。